どうも、遠藤です。ブラックスクワット、3月15日にアップデート入りました。で、チュートリアルでもらえる武器がね、G36C になったんで、早速使っていきます。で、これ G36C なのか？なんか私の知ってるモデルではないっすね。ピカティニーレールがなんか、こんなにあったっけな。なんかちょっと色も違うしね。まあ、多分モデルが違うんでしょうね。最近のモデルはこういう風になってるのかな。なんかそう、上の段のレールの部分もね、違うんだよ。ってことでね、いきなり相手のリスポン地点に来ちゃいましたね。気づいてない。後ろから撃っていきますか。はい、一人。で、裏を取って、あ、あそこにいますね。お、気づいてない。ほら、頭がない。性能的にはどうしようかな。まあ、同じチュートリアルミッションでもらえてたスカー L と比べると、発射レートがちょっと遅いかな。まあ、レートは低いって言った方がいいのかな。で、多分威力は高いっぽい。適当。ちょっと威力高くて、レートが低くて、集団性はね、確実に悪いね、こっちの方が。若干 AK 寄りになったみたいな感じなのかな。まあどうだろうね。まあでも光学照準ついてて、グレネードもついてるから、導入武器としては強いんじゃないですかね。まあ個人的にはね、好きじゃないっすね。こういう感じのは。まあもう使わない。もう使わないっす。AK とかね、ああいうジュースも好きじゃないんでね。HK416 とか。まあ、スカー L とかの方が好きですね。ということでね、あとこのマップ、新マップではないんだけど、なんか、これ AI でできてたやつだよね。だからそのマップが選別で遊べるようになったっていうことで、今ね、新しいマップでプレイしてるんですけどね。とかまあ、今の時間帯のデスマッチ部屋って多分この部屋しかないかな。あんまね、選別部屋って立たないんだよね。立っても、二つか三つかな。さあ、この銃どうかな？強いのかな？まぁ、ちょっとね、反動が大きいかな？まぁ、威力高いかな。頭抜けばね、サクッと倒せはするんだろうけど。AK-12 チェリーも持ってる人がいいのか。まだ、今日初日だぞ。結構当たりやすいのかな。なんか前回の R5 ブルースカル当てた時ってほとんど最終日の2日ぐらい前だったんだけどね。もう当ててん。で、なんだ、あと何気になってるかな。なんか、そうだ、サブマシンガンの調整が入って、なんか距離とかも変わったんだよね。ちょっとそっちの方が気になるな。ちょっとこの後使ってみようと思います。で、あと AK12 ね。AK12、まあ欲しいけど、まあ取ったところで使わないんだよね。チェリーね。チェリー一応欲しいっちゃ欲しいけど、多分使わないと。で、まあ、ベクターのね、なんか色違いもボックスから出るみたいなんだけど、あれクランに入んなきゃ取れないんだよね。ちょっと残念ですね。まあまあ、この銃、まあまあでも、倒せるか。ひどいっていう銃ではないっすね。このゲームあんまりひどい銃ないよね。あんまなんか、もう、完全に死んでる武器、あんまりないかなっていう感じがして、すごくいいと思います。まぁ、ちょっとクリス・ベクターはね、若干最近死にかけてるけど、MPX にその座を奪われてしまった気がするけど。マップもね、なんか、爆破用マップが増えてるんで、今度プレイしていきたいですね。ってことで、なんかもう G36C についてはね、もう特に何も言うことはないんで、適当にデスマッチしていきますか。マルチプレイで人とこうやってこのマップでデスマッチして思ったのは、結構ここ、近距離で撃ち合う場所が少ないかな。ちょっとね、近距離で打ち合う場所が少ないと MP7 使うと大変なんだよね。まあやってみますか。
まあ、あとはそうだな。なんかボディアーマーが追加されたのが気になってて。なんかね、怖いのがね、ヘビーアーマー着てるやつに MP7 打ったらどうなのかなってとこだよね。これ AK とかは威力上がってるけど。MP7 って確か威力上がってないんだよ。その状態でヘビーアーマー着たやつ相手にしたらきついんじゃないかなって思ってるんだけど。まあ、次行きますか。